はい、どうもドラ吉です、甲子園球場、向かってる最中に約8割方家から住んでる状態で、中止が発表されました。はい。まあ、せっかくなんでね、ちょっとチームショップアルプスというか、なんかグッズなんか買えたらなと思って、来ました。ドカベンちゃんと一緒に。はい。ドカベンちゃん、僕は明日も現地なんでね、別に今日じゃなくてもよかったんですけど、ドカベンちゃんが次ちょっと甲子園結構長いな、先やねんな。結構先なんで、まあ、せっかくやし、じゃあショップ行くか、言うて。はい。ということなんで、今からね、なんかグッズ買いたいなと思います。試合見たかったなぁ。はい、グッズ買ってきました。サムネにもあったと思うんですけどね。さすが大網さん、今日中止ってことでね。さすがやな、大網さんパワーやばない。そしてですね、これシークレットや、そのシークレットね、タオル、新しく出たんで、買ってきましたよ。どっから開けんのこれ。これや。誰やと思う。これ森下な気がする。マジ来たんじゃん、これ。森下ちゃん、これ。全然ちゃうかった。テルやった。テル。佐野テル。現状維持は衰退ってことなんで、育てるね、どんどんね鋭い一発期待してますんで、ね、頑張ってください。はい、あとはどれやろ、あとは、アイブラックテープ買いました、明日以降アイブラックつけたいなと思います。あとはね、女の子とデートするとき用や、女の子とデートするとき用にね、勝負パンツ買いましたんでね、 ARE コーゾーン、これ履いてねデートしたいなと思います。はい、デートする機会があればですけどね。ということでね、本日中止となってしまいましたけども、明日明後日ね、なんとか、試合ねあると思いますんでね、練習して、練習を伸ばしてねいけたらなと思います。はい、ってことでね、以上で終わります。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。